じゃあ杉田君、結局南極大冒険したお前ほらほらもう名作お前ね、はいはい、偉いわ、突っ込む前に名作一人に決めたいそうね、そうだわそうだわそうだな。さあピクリとも動かない A チームねえ、半ソロみたいですね、さあ考えてくださいよ何うん、おいやられたやられた、すいませんペンギンでしょ、ポンちゃん考えて、はい、ごめんなさい、ペンギンさんの願い事ですよ、ペンギンさんの願い事はい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 、高野くん足を伸ばしたいあ、まあいつも座ってるからね彼ね、そうね、そうね、いいですよ、いいですよ、絶好調ですね C チーム筆が止まりませんね頼みますよA チームも、すいませんですよ、はいはい、ウキワ君優しくされたい、あ、お前なんて書いてる違う違う違う、はいって言うてもだけど BGM には回答権がございませんよ、はい、うん、ええけどね、思いついたら、この際やから、はいはい、ウキワ君整髪料の CM に出たいそれ岩飛びペンギンのやつなの、あいつらを、あいつらを下ろして、全部披露、あー来ました、えのさん落語を最後まで披露したい、あおおやっと本編に沿ってるやつ、はいはいはい、そういうの大丈夫、はいはい、ウキワ君正確に発音するとペンギン前遠藤さんがようやっと本編につなげてくれたのに早めにむちゃくちゃに仕上がって、はいはい、あ、来ましたね、近藤さん飛躍の年にしたいうまいな、うまいすげえうまいな、おいちょっと今の本当ですか、鳥だからね、ちょっとよかったよ、そうありがとうございます、鳥ですからね、はい、いやうまいな、はい、できましたはい、絶倫になりたいもう何絶倫だよもう誰でもいいやつじゃん、はい、お前それはいはい、江戸さん、はい、ペンギンミルクを広めたい、おあ知らないです、あれあいや知ってはいますけど、知ってはいます、大丈夫、知ってはいます、ドラマ CD 聞いてないな、あまあ僕もちょっとリズムでおーって言いましたけども、あの流れの問題です、はい、ねでも悪くない、うん、遠藤さんは悪くない、うん、杉田くんがいいって言うんでこれどうでしょうか、はい、何でしょう、オットセイじゃなくてペンギンで例えてほしいおいこらこらこら、はい、閉めなさい、はい閉めなさい、お前変な勇敢これ本当だもう一コマでダメだ、それはもうダメだでも杉田くんうちの相方はいいいいいいお前ダメだ、ケタケタチームプレイケタケタケタとちゃうわ、はいもう時間ついてる、はいはいはい、神谷くん、はい神谷くん、キャラグッズをもっと出してほしい、終了、本人が答えたんで終了ですさあさあ、では神谷さん、この中で誰がどの願い事が一番良かったか、そうですね、本当にどいつもこいつもくだらない答えばっかり書き上がってね、ペンギンさんの願いはやっぱりね、はい、キャラグッズをもっと出してほしいんですよなぜかペンギンだけはぶられることがあるんですよ、そうなんだ、ちょっと意味わかんないでしょ、そうですよね、人気キャラなのに、そうなんですよ、白クマ、パンダ、うん、グリズリーあらあら、白クマ、パンダ、ラマとか行くんですよ、あそうあらら、ちょっと意味わかんないんですよ、そうよね、怠け者とか、そうよね、常にレギュラーなのに、いやだからもう僕の願いはこれだけなんですよ、なるほど、なんでこれが出てこないんだよ、じゃあ神谷君の神谷君の願いの正解は神谷君が出したキャラグッズを持ってほしい決定です、じゃあ自分でそれ破ってあそっか、サザンの方まで行ってください、めんどくせえ段取り増えちゃったはいはい、さあうまい、もうなんで男子はガサツなの、そうやってはい、お願いします、お願いします、ペンギンのキャラグッズをもっといっぱいいっぱい出してください、はい、ありがとうございます、ああ、かなった、かないそうだはい、戻ってきなさいはい、戻ってきなさいね、ということでですね、ペンギンくんの願いを見事、当てたですね、ペンギンくんにはこちら落語の CD をお聞けるあペンギン落語の CD を、本当これは聞いて勉強しなきゃいけないですねちょうどよかったです、ありがとうございます遠藤が出してた落語を最後まであ、そうですね、そうですよ、ねね、じゃあこれで聞いて勉強して勉強してください、はい、さあではですね、最後はですね C チーム
C チームのですね願い事を考えていただくんですが、キャラクター何にしましょうか。もうねあのグリズリーいいですわ。えなんで、なんで、あのグリズリーさん普通なんですね、中身的に。そう、そうなんです。そうかな。で、まあ、彼のやってるその3つは、うん、はい、ちょっとどれもまだね紐解かれていない、はい、こうミステリアスな部分があるんで。狼さん真面目ではありますけど、そのまともなのかどうか分かんないですよね。あの悩み事が多いんですよね。だってパン屋なんでしょ。そう、ロバをいつか食べてやろうというパン屋がですよ。そうですよね、ロバに弟子入りですもんね。ロバの弟子なんですけどねえ、はい、どうします。じゃあどうしましょうね。うん、グリズリーさんも見たい気はするが、うん、でも僕はオタクの3匹のどれかでいいと思いますよ。わかった、うん、どれが。カワウソは彼女がいてもリア充だからムカつくからいいとして、そうね、カワウソはなしです。腹が立つね。カワウソ子ちゃんとの激しいとかそういうのはダメだから、うん、そう、お前しか書かない、ほらほら、うん、でアゴヒモペンギンも、はい、さっきペンギンさんが出ちゃったんで、そうね、ペンギンってくるのはあれかなと思うんで、狼で、はい、では A チーム B チームには狼さんの願い事を考えていただきます。シンキングタイムスタート。一応例題として、はいはい、宿敵なんで用意してんねん、おかしいだろ。俺グリズリーにやる気ねえじゃねえかよ。一応例題としては宿敵ギースとの決着っていう。ちょっと何言ってる、飢えた狼の話だろ。そうだね、もう飢えてるやつね。はいはいはい、カビサウスタウンの話じゃん。まあ彼いい人ですから、はい、まあたまには高一も見せたいわけですよ。はい、送り狼になりたい。うまい、あおうまい、いいですね、うまい、ね、ありがとう。そんな中堅はい、でそんな願いを切実に狼よダジャレか、全部飛んでないか。マジか。おお。お前がそうやって甘やかすからこいつが。そうだよ。すいません、すいません。なんか昼の会俺らしくないなと思って。持ってけ。よーし。近藤君。はい。あ、すいません。書いてください。すいません。すいません。さあ。さあ。難しいね。ね。山の A チームですね。どうかでしょう。動かざること山のごとしの A チームですね。狼知らん、うるいや知ってますよね。知ってます。さあ狼は一体どんな願い事。狼は職業以外分かってることあんの。本当だ、パン屋以外。ね、猛獣らしからぬちょっと気が弱かったりとか悩むところがあるから、どうせ自分のことはでかい犬みたいなんだよ、だから虎とかライオンとかでかいから、ちょっと卑屈な、そうだ、そうで、ちょっと悩んじゃってるっていう、そういう心に迷いのあるやつ。はい、あ、ケア君、あいつ友達いなさそうなんで、はい、夏は群れるから僕も群れたい。まあ本来一匹で動くようなね、そうそうじゃない、動物じゃないですからね。そうね。あ、そう、桜井君、お前がそうやって甘やかすから。そうね、ごめんそうね。あそこ二人ともダジャレ好きだからね。ほらぼーっとしてるやつに出来上がってるコント2回もやられたやないか。すいません。頑張ろう、頑張ろう、はい、遠藤さんはせめて書く素振りぐらいは、ね、そうなんですね。なんかじゃあ遠藤さんはイラストでも OK ってことにします。可愛いイラストでも OK ってことにします。あ、じゃあ、はいはい、この君、ストップ絶滅。日本狼ね。いや、そうじゃん、やないか。え、絶滅危惧種なの。種類によってはあるんじゃないかな、狼。そうね、日本狼だと、日本狼ですよ。そうだね、絶滅しちゃって。そうか、漠然と狼なのか、うん、そうか、わかりませんけども、さ俺細けえのにな、グリズリーなのにね、うん、お前狼なのか。そう、本当だ。どこのだよって言われるんだ、じゃあ。そうだ、ちょっとソロアミだ。ねえ、ドロミス。はい、神谷くん。狼さんって胸毛がふさふさですよね。だからさ、それもう意味違う。願い事。狼が自分で胸毛ふさふさですよね。願い事。神様、俺胸毛ふさふさですよねって恨み事でしょ。減らしてくれませんかね、みたいな。さっぱりした男にしてくれませんかね、みたいな。あいつ突っ込むな。偉いな。だって俺仕事ねえもん、本当に。さあもう時間ですよ、さあもう時間ですよ。まああと一つぐらい欲しいっちゃ欲しいですけども、うん、あと一つぐらい欲しいですよ。そうですね、うん、ね。遠藤さんは結局、お前結果書いてるふりしかしてねえな。そうなんです。手を動かしてるだけですね。はい、うん、さあすげえだけなのに、すげえ、そんな真剣な顔できるんですか。遠藤さん、カタカナでおって書いてくれたけど、お頑張って、狼のしかもこんなちっちゃく
ねえ。もう、時間が、あ、最後、桜井くんいけるかな、桜井くんいけるかな、桜井くんいけるでしょうか。はい、桜井くん。あの、パンをこねると、こういう感じになる。毛が入っちゃう。終了毛が抜けて入っちゃうのね。そうさあ、悩みです。杉田さん、ん？これ、んじゃなくて。中村はもう、絶対ダメなやつを書くな、お前。隣のダメだ、これは。マジで。いや、それは。いや、そういうね、そういう似たパンよくあるけど。休み時間か。さあ、杉田くん。杉田くん、今まで出た中で一番願い事として狼の良かったと思うやつを選んでください。そうですね。はい、もっと猛獣らしいところを彼は憧れるところがあるんでね。はいはいはい。そうだな。送り狼になりたい。送り狼になりたい。じゃあ、この送り狼になりたいを持ってですね、笹の方まで行って、はい。よく言ってますもんね。どうぞ願ってくださいね。よく言ってんの？マジで？星に願いを送り狼になりたいなりたいなりたいはいはい、ありがとうございます。言っちゃなんですけど相当ゲスですよねそうですねなんか空に願うようなことじゃないですよね、うん、ね、まあ、送ってってそのまま食っちゃうわけでしょ、だって織姫が飛行士が言うような日によバリバリバリって食べちゃうんでしょ。ああ、そうやって食べちゃうんだ。マジで食べちゃうんですね、うん、大変やね、本当に。こらタクシーどうぞ、ということで、こう、神谷さんにはですね、はい、狼さんのアンパン、いや、やったー、おいなんだこれ。いや、だからさ、これもそうだけど、なんか後から貼ったやつだろ。違う、売ってる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 、もう、うん、はい、ということでございまして、はい、皆さんの、願い事が、叶ったというか、決まったところでですね、以上、みんなで笹に願いを、あなたの願い事は何のコーナーでした。飛んでないか、マジかー、おーお前がそうやって甘やかすからこいつが。そうだよ、すいません、すいません、だから昼の会俺らしくないなと思って持って持ってけ持ってけ、よーし、近藤君、はい、あ、すいません、書いてください、すいません、すいませんさあさあさあ、難しいね、ね、山の A チームですね、どうなんでしょう、動かざること山のごとしの A チームです。狼、狼、さあ、狼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 、知らん、狼、うる、うる、いや、だ、知ってます、知ってますよね、知ってますさあ、狼は一体どんな願い事、狼は職業以外分かってることあんの。本当だ、パン屋以外、ね、猛獣らしからぬちょっと気が弱かったりとか悩むところがあるから、おうおう、あのどうせ自分のことはでかい犬みたいなんだよ、だから虎とかライオンとかでかいから、ちょっと卑屈だ、そうで、ちょっと悩んじゃってるっていう、おうおうおう、そういう心に迷いのあるやつ。はい、あ、キャ君、あいつ友達いなさそうなんで、はい、夏は群れるから僕も群れたい。まあ本来一匹で動くようなね、そうそうそう、動物じゃないですからね。そうね。あ、そう、桜井君。お前がそうやって甘やかすから。そうね。ごめん。そうね。あそこ二人ともダジャレ好きだからね。ほら、ぼーっとしてるやつに出来上がってるコント2回もやられたやないか。すいません。頑張ろう、頑張ろう、はい、遠藤さんはせめて書く素振りぐらいは、ね。そうですね。なんかじゃあ遠藤さんはイラストでも OK ってことにします。可愛いイラストでも OK ってことにします。あ、じゃあ、はい。はい。このくん、ストップ絶滅。日本狼ね。いや、そうじゃん。おおやないか。え、絶滅危惧種なの？種類によってはあるんじゃないかな、狼。そうね。日本狼。日本狼だと、日本狼ですよ。そうだね。絶滅しちゃう。そうか、漠然と狼なのか。うん、そうか。わかりませんけどもさ、俺細けえのにな、グリズリーなのにね、うん、お前狼なのか、そう、本当だ、どこのだよって言われるんだ、じゃあそうだ、ね、ちょっとソロアミだ、ねえ、どの辺か、はい、神谷くん、狼さんって胸毛がふさふさですよね。だからさ、それもう意味違う。願い事。狼が自分で胸毛ふさふさですよね。願い神様、俺胸毛ふさふさですよねって恨み事でしょ。減らしてくれませんかねみたいな。さっぱりした男にしてくれませんかね。あいつ突っ込むな。偉いな。だって俺仕事ねえもん本当に。さあもう時間ですよ。さあもう時間ですよ。まああと一つぐらい欲しいっちゃ欲しいですけども。うん。あと一つぐらい欲しいですよ。そうですね。うん、ね。
遠藤、遠藤さんは結局お前結果書いてるふりしかしてねえな。そうそうなんです。手を動か、手を動かしてるだけですね。はい、うん、さあすげえ、絶倫になりたい。もう多分絶倫だよ。もう誰でもいいやつじゃん、はい、お前それ。はいはい、遠藤さん、はい、ペンギンミルクを広めたい。おお、知らないです。あれ、あ、いや、知ってはいますけど。知ってはいます、大丈夫、知ってはいます、ドラマ CD 聞いてないな。あ、まあ僕もちょっとリズムでおーって言いましたけども、あの流れの問題です。ね、でも悪くない、遠藤さんは悪くない。杉田くんがいいって言うんで、これどうでしょうか。はい、何でしょう。オットセイじゃなくてペンギンで例えてほしい。おい、こらこらこら、早くしまいなさい、早くしまいなさい。お前変な勇敢、ほんとだ。もう一コマでダメだ、それはもうダメだ。でも杉田くん、うちの相方はいい、いい、いい。お前ダメだ、ケタケタのプレイ、ケタケタケタとちゃうわ。ペンギンさん、もう時間取られてる。ペンギンさんがビビる。はい、神谷くん、キャラグッズをもっと出してほしい。終了。本人が答えたんで終了です。さあ、さあ、では神谷さん、この中で誰がどの願い事が一番だったか。そうですね、本当にどいつもこいつもくだらない答えばっかり書き上がってね。ペンギンさんの願いはやっぱりね、キャラグッズをもっと出してほしいんですよ。なぜかペンギンだけはぶられることがあるんですよ。そうなんだ。ちょっと意味わかんないでしょ。そうですよね、人気キャラなのに。そうなんですよ。シロクマ、パンダ、グリズリーとか。あらあら、シロクマ、パンダ、ラマとか行くんですよ。あ、そう、あら、ちょっと意味わかんないんですよ。そうよね、怠け者とか。そうよね、常にレギュラーなのに。いや、だからもう僕の願いはこれだけなんですよ。なるほど、なんでこれが出てこないんだよ。じゃあ神谷くんの、ね、神谷くんの願いの正解は、神谷くんが出したキャラグッズを持ってほしい。決定です。じゃあ自分でそれ破って、あ、そっか、ササンドまで行ってください。めんどくせえ段取り増えちゃった。はい、はい。さあ、うまい。もうなんで男子はガサツなの、そうやって。はい、お願いします。お願いします、ペンギンのキャラグッズをもっといっぱいいっぱい出してください。はい、ありがとうございます。あ、かなった、かないそうだ。はい、戻ってきなさい。はい、戻ってきなさいね。ということでですね、ペンギンくんの願いを見事、当てたですね、ペンギンくんにはこちら落語の CD を。お、聞ける、あ、ペンギン落語の CD を。本当、これは聞いて勉強しなきゃいけないですね。ちょうどよかったです、ありがとうございます。遠藤が出してた落語最後まで。あ、そうですね。そうですよ、ねえ、じゃあこれで聞いて勉強して、勉強できるように。はい。さあ、ではですね。なること、山のごとしの A チームです。狼。狼。さあ、狼。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 狼狼、知らん、狼。うる、うる。いや、だ、知ってます、知ってますよ、ね、知ってます。さあ、狼は一体どんな願い事。狼は職業以外分かってることあんの。本当だ。パン屋以外。ね、猛獣らしからぬ、ちょっと気が弱かったりとか、悩むところがあるから、どうせ、自分のことはでかい犬みたいなんだよ。だから、虎とかライオンとかでかいから。ちょっと卑屈だ。うん、そうだ。そう。で、ちょっと悩んじゃってるっていう。ほう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 。そういう心に迷いのあるやつ。はい。あ、ケア君。あいつ友達いなさそうなんで、はい、夏は群れるから僕も群れたい。まあ本来一匹で動くようなね、そうそうそう、動物じゃないですからね。そうね。あ、そう、桜井君。お前がそうやって甘やかすから。そうね。ごめん。そうね。あそこ二人ともダジャレ好きだからね。ほら、ぼーっとしてるやつに出来上がってるコント2回もやられたやないか。すいません。頑張ろう、頑張ろう、はい、遠藤さんはせめて書く素振りぐらいは。そうですね。なんか、じゃあ遠藤さんはイラストでも OK ってことにします。可愛いイラストでも OK ってことにします。あ、じゃあ、はいはい、ごめんごめん、ストップ絶滅。日本狼ね。いや、そうそうじゃん、おもろいやないか。え、絶滅危惧種なの。種類によってはあるんじゃないかな、オオカミ。そうね、日本オオカミだと、日本オオカミですよ。そうだね、絶滅しちゃって。そうか、漠然とオオカミなのか、うん、そうか。わかりませんけどもさ、俺細けえのにな、グリズリーなのにね、うん、お前オオカミなのか。そう、うん、
本当だ。どこのだよって言われるんだじゃあ。そうだ、ね、ちょっとソロアミだ。ねえ、どの辺か。はい、神谷くん。狼さんって胸毛がふさふさですよね。だからさ、それもう意味違う。願い事。狼が自分で胸毛ふさふさですよね。願い神様、俺胸毛ふさふさですよねって恨み事でしょ。減らしてくれませんかねみたいな。さっぱりした男にしてくれませんかねみたいな。あいつ突っ込むな。偉いな。だって俺仕事ねえもん本当に。さあもう時間ですよ。さあもう時間ですよ。まああと一つぐらい欲しいっちゃ欲しいですけども。うん、あと一つぐらい欲しいですよ。そうですね。うん、ね。エンドゥ。エンドゥさんは結局。お前結果書いてるふりしかしてねえな。そうそうなんです。手を動か手を動かしてるだけですね。はい。うん、さあ。すげえだけなのにすげえそんな真剣な顔できるんですか。遠藤さんカタカナでおって書いてそれだけでおお頑張って狼のしかもこんなちっちゃくねえもう時間か。あ、最後桜井くんいけるかな。桜井くんいけるかな。桜井くんいけるでしょうか。はい、桜井くん、あのパンをこねるとこういう感じに毛が入っちゃう。終了。毛が抜けて入っちゃうのね。そうさあ悩みです。杉田さん。